を発見。まだまだ。敵は4体ち。隙を隙まくれっち。これでいや、これでも三連戦。あんたにそれやるだろ。もっとそれでやめるっち。まだ一体。フレイゲル準備を始めるっち。その射撃。あと2体行くわよ。さっさと終わらせろっち。扉を発見ち。ノックを割って。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。て、敵がいるっち。どうするっち。いい予感がするっち。これでも近くにお宝がありそっち。発見地、逃げるなら今っち。扉を進む。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。敵を発見地、逃げるなら今っち。敵は一体っち。先制攻撃で楽勝っち。これでもか。さあ、ラグ君。これでもやるだろ。いい感じじゃないかな。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。扉を進むっち。敵がいるっち。オイラは戦いたくね。敵がいるっち。どうするっち。扉をつ。
扉を発見ち。ノコ。扉を進むち。敵がいるち。オイラは戦いたくねち。扉を発見ち。ノコ。敵がいるち。どうするち。扉を発見ち。この扉開かねえぞ。この先に進むにはセキュリティを解除する必要があるんだよ。レイジ、わかるのか。あの頃からシステムが変わってないことを祈っててくれ。これをこうして解けそうか。あとちょっとだ。くそ、ダメだ。ここまでなの？祈りが届きませんでした。ふん、物理で壊せばいいじゃない。レイジ、どういう状況なんだ？新しい解除キーが必要みたいだ。どこにあるの？さあなあ。開いちゃいました。なんだ、これで進めるじゃねえか。ラッキーだな。アンラッキーだ。扉を開けたのは俺たちじゃない。それじゃあ、開けたのは向こう側。つまりそういうことだろなあ、局長。気づかれないとでも思ったか。まさか侵入してくるなんて思ってもなかったわ。お出迎えどうも。警告状なら届けたとの報告を受けたが。そんなもんとっくにやつざいたわよ。あなたたちは自分たちの置かれている状況が分かっているの？ええ、分かってるつもりよ。だからここに来たんだ。それなら歓迎させてもらうわ。残念だけど薄味のメニューは用意されてないの。やっぱり気が合うな。今の俺は濃い方が口に合うんだ。待て、東条。局長？武力で争うなど愚かな人間の歴史をなぞるに過ぎない。争いなど所詮は妄想の産物に過ぎないのだからな。何が言いたい？妄想に踊らされるな。そう言っているのがわからないのか。んだと？石の斧、銅の剣、竹の槍、鋼の刃、いつの時代も誰かを傷つける武器が存在していた。だがそれは何のためだ？そう、武力で争う戦争があったからだ。ではなぜ戦争は生まれる？権力の孤児、富の奪い合い、光と闇のぶつかり合いだ。どれも違う。戦争はいつも恐怖という妄想から生まれるのだ。隣国に対する恐怖の妄想が高まれば、それはいずれ戦争へと発展していく。やがて人は武器という妄想の結晶を手にする。そして争いという妄想の産物に踊らされることになるだろう。お前は争う気がないのか？その争いに可能性を感じられるのならな。可能性？妄想の可能性だ。可能性を管理することができればこの世界の発展に貢献することができる。食料不足に悩む人、疫病に苦しむ村、財政難に倒れる国、海に沈もうとする大陸、そんな世界を救えるんじゃないだろうか。妄想とはそんな可能性だ。想像を超えた
その先にある可能性なんだ。だからお前たちは妄想請負人を利用しようとするんだな。それは違う。なんでですか。妄想を請け負う存在、それは夢のような存在じゃ。人の心というのはわからないものだ。管理局に協力的なカノンさんだとしても裏切る可能性があるってことでしょうか。なぜ妄想請負人と定義したのか。だから俺たちは奴を始末しなければならない。あまりにも危険すぎる存在なんだ。その言葉、素直に信じろって言うの。それは君たちに任せる。この世界には妄想を正しく扱えない人間がいるのも事実だ。そんな人間の妄想まで無差別に侵食したとしたら世界はどうなる。だから自分たちが妄想を管理しなきゃならないとでも言うつもりか。そのために妄想管理局が存在しているのだからな。神様にでもなるつもりかよ。そう思われても仕方のないことだな。あんたには祈りを捧げたかないね。だったら俺に捧げろよ。え？局長！貴様！聞き飽きたんだよね、その理想論。嘘！そんな！局長さん！お前、管理局の人間じゃなかったのか？さっき、こいつも言ってたじゃん。人の心はわからないってさ。裏切ったってことかな。裏切る？初めから俺は一人だよ。だけどずっと願っていた友達ができたんだ。それじゃあカノンを産んだのは。そのお友達と一体どうするつもりなんだ。祈りを捧げてもらうんだよ。さあ始めようか、新しい時代を。俺がこの世界の神になるんだ。みんな構えろ。敵は一人ぼっちっち。こんなの楽勝っち。これが本気だ。シャスリーミズキヘッドホン装着っち。パッチパッチ。あーやった。ミズキこれはなかなかやるっち。カスガンは？あいつどこ行ったんだ？どこにも見当たらないよ。逃げ足の速い野郎だ。ねえ、今の妄想種って。ああ、捕まったお前らを見張ってたのと同じ形のやつだ。おそらく管理局が開発した人工の妄想獣だろうな。それじゃあリエたちを閉じ込めていたのって全部あいつの仕業だったってことだ。管理局の裏切り者がカノンと通じていたってことか。全部手のひらの上だったんだな。局長さんは大丈夫でしょうか。
後のことは任せてもいいか。ええ、それじゃあ行ってくる。よろしく頼むわね。みんな行こう。俺たちが春日をカノンを止めるんだ。あいつどこに行きやがった。逃げ足の速いやつね。逃げてないわ、彼は待っているのよ。明美さん、どうしてここに。あんたたちに知らせに来たのよ。周りくどい話は好きじゃない。ごめんなさい。私の店の目の前よ。すぐに行きなさい。休憩ポイントっち。オイラは疲れたっち。この妄想は隠れる気もないのね。勇気カスが妄想受け負いに行かぬ。二人がこの妄想球で消えたそうよ、レイちゃん。そういうことなのよね。察しが良くて助かるよ。早く追いかけましょう。琴美ちゃん、落ち着いて。この状況、落ち着いていられないわよ。俺もまだ戦える。あら、真似しないでもらえるかしら。今追いかけても奴らの思うツボだ。たち、だいぶ体力を消耗してしまってます。僕もレイジさんとリュウちゃんの意見に賛成だよ。今無理に追いかける必要ないんじゃないかな。どういうことだよ。勇気カスガ、彼は管理局を裏切った。だから行き場所がないんだよ。この中に隠れる以外彼の居場所は存在しないってことね。だったら袋のネズミじゃない。いや、俺は水木の意見に賛成だ。ちょっと朝日、どういうつもり。どうもこうも賛成なだけだ。今追いかけるのは得策じゃない。絶好のチャンスなのに、どうして。お前らがいるからだよ。ああ、何を言っているのか理解に苦しむわ。春日、あいつには居場所がないんだ。だから逃げ込むしかなかった。だけど俺たちには居場所がある。心休める居場所が俺たちにはあるんだよ。だから万全の状態で臨もう。そしたらきっと負けたりはしない。ふん、そういうことにしといてやるよ。ありがとな。私たちの居場所が。さきさん、どうしたんですか。ちょっとだけ嬉しくてね。実はリュウも同じ気持ちです。んじゃ、俺は先に帰るぜ。さっきから喉が渇いて仕方ねえんだ。さっさと酔いつぶれろ。リュウも明日に備えて早寝早起きを心がけます。それじゃあ私も。明日に備えてお米を何合食べるのかしら。ちょっと琴美ちゃん。ふっ。明美さん、せっかく教えてくれたのにごめんなさい。いいのよ、気にしないでちょうだい。あんたがそう決めたのならそれでいいの。ありがとうございます。それじゃあ今日は解散だ。みんな明日に備えてゆっくり休んでくれ。遅刻厳禁だからな。もうどの口が言ってんの。笑わせないで。おい、立花、ちゃんと遅刻フラグは折ってから寝ろよ。お前こそ深夜アニメで夜更かしすんじゃねえぞ。何日繰り返してると思ってんだよ。んなもんとっくに見飽きたぜ。